丸い可愛いやつ、愛媛の巨人バリーさん、バリバリー。はい、ありがとうございます。そして次は、うどんの君、よろしくぞ。香川の白い憎いやつ、噛めば噛むほど味が出るうどんの白、うどんの君、うどんをチャレするウェイ。ありがとうございます。お願いします。ということで次は伊豆の子、伊豆の徳島代表者、お願いします。いいぞ。黄色いカッコの憎いやつ、そのスプラの目は何を見る、伊豆の子、伊豆ごめん、君ポーズ間違えた、伊豆の子です。怖いな、申し訳ない。はい、そして主役君、いくぞ。新庄君、コーチを代表していきます。せーの、てん。頭の上は何が乗ってる、それはもちろん鍋焼きラーメン、高知の笑顔の師匠、新庄君、モキューン。よーし、いくぞ。4人揃って四国全体四国カーブ坊主。はい、はい、ありがとうございます。申し訳ない、これからね、あ、うどんの子も大丈夫です。ということで今からねコントをしようと思いますので、ちょっと待って、俺が台本読みします。みんな準備はいいでしょうか。 OK、 あ、ずるずるや、皆さん準備は OK ですか。すいません、誰が準備 OK かわからないです。じゃあ行きますね。いい、え、どんどん君、ちょっとすいません、座らせて、そっち、ここ、はい、行きます。不安だな、これむっちゃ不安です。じゃあ行きましょう。ショートコントの題名が、これがね、財布というタイトルなので、じゃあタイトルコールし始めますので、よろしくお願いします。じゃあ行きます。ショートコント財布。四国四県のキャラクターさんがのほほんのほほんと歩いておりました。するとバリーさんが財布を落とします。さあ落とせ、落とせ、これだ、なんだこれ、ダメだ、なんか財布というか、はい、落とすときの音はもちろんバリカリン、バリンチャリンチャリン、なんだこれ、ちょっと、はい、財布が落ちました。これさ、え、財布ですか、財布、はい、このよくわかる財布が落ちました。そして次がバリーさん以外のキャラがそれにもちろん気づきます。はい、さっきからはハッと戸惑う演技をお願いします。せーの、ハッ。すいません、ハッです、ハッ、それ、あ、です、もちろん大きめ、ハッですね。もう一回行こう。バリーさん以外のキャラがそれに気づく、せーの、ハッ。 OK、 ありがとうございます。はい、そしてもちろんバリーさんは気づいておりません。そうすると3キャラ、バリーさん以外のキャラが相談する風の演技。すいません、うどんの子、それ貧乏にする、何ですかそれ。相談して、はい、相談、はい、もちろんね、バリーさん気づいております。え、相談、はい、よくよく、何話します、はい、すごいです、悪そうですね。はい、話しております。さあどうなるんでしょう。そしてでるん、まず新庄くんが帽子を落とし、帽子を拾うふりをして財布を拾います。悪い、めっちゃ悪い、お客さんどよめいてます。さあどうなるでしょうか。そして次のバリーさん以外が中身を確認します。さあさっきら中身確認ですね、もちろんさ、歯ですよ、せーので、歯で、いくよ、せーの。すいません、リアクション困ります。え、びっくりします。ということで、ね、3キャラはね見事踊れております。何が入ってるんでしょうか。そうすると、ちょっと待ってね、台本が来ました。そうするとバリーさんがようやく財布がないことに気づき、財布がない、慌ててます。さあ慌てて、タイキャラがもっと慌てます。やばいやばいやばいよやばいよ、慌て、なんで慌てないの。バリーさんがもっと慌てます。まずい、それそれそれ、 OK、 はい、バリーさんはどこ行ったんだろうな、どこ行ったんだろうなって感じになってるんです。そうすると財布の代わりにゆずかっぱが、あのね、何渡すの、渡すものは、これなんですか、ネプチューン、お、かぶった、なんてかわかりませんけど、ネプ
ぜひお願いします。そして、新庄くんとゆずかっぱとうどんのマリーさん、ありがとうございました。ゆずかっぱとあのすだちくんのコラボサイダー美味しいね、すごく。この時期にめちゃくちゃぴったりの爽やかサイダーですよ。皆さんぜひ買ってください。はい、ありがとうございます。以上かな。はい、マリーさんもありがとうね。お財布がすごい